で、あ、エアーが出てくるらしいんですけど、気にせずギュッと回す。ギュッと回す。今回はですね、この TPMS ですか、タイヤの、空気圧監視モニター、空気圧モニタリングシステムですね。やっぱほんとタイヤの空気圧点検って一回一回こう見るのも、まあ面倒っちゃ面倒ですけど、たまにスタンドとかでまあ見てもらうぐらいな感じとは思いますけど、で、そうですよ、あの引っ張りタイヤっていうのはですね、まあ引っ張らないならいいだけの話かもですけど、あ、でも普通の通常でもやっぱパンクっていうのだけはですね、やっぱ避けたいんでですね、いつでもこう空気圧点検しておきたいものだとは思うんですけど、まあ引っ張りタイヤは特にちょっとエアが抜けちゃったら、まあタイヤが戻って面倒だったりするんで、まあいつでもこうタイヤ空気圧をですね、まあまあまめにチェックする方ではあるんですけど、やっぱこういつもこう気になるじゃないですか。だからといって毎回毎回こうやってチェックしてみるのも面倒なんで、まあ、今回はですね、この TPMS、タイヤプレッシャーモニタリングシステムの略みたいですね、 TPMS。まあこいつをちょっと今回取り付けたいと思います。で、これがまたですね、ソーラーなんですよ。だからもう電源がいらないって言えば、まあ電源がいらないんですけど、まああのマイクロ USB ですかね、でまあ電源取ることもできるんですけど、もう電源入ってますね。まあ使い方も本当簡単ですもんね、そんな難しいこともないみたいでした。まあとりあえず付属品が、まあ、本体とこの電源ケーブルですね、 USB のケーブルと、あ、これ滑り止めか、滑り止めのクッションで、まあ取説で、あとはこんな感じでキャップなんですよね。これキャップにこうはめるだけみたいな、まあ、だからちょっと先っぽが極太になっちゃうんで、まあこだわりがあられる方はですね、なんか先っぽ極太でダセーって思われるかもですけど、まあ取り付けはですね、ちょっと後から行うんですけど、で一応ですね、取り付けるといっても、あの、まあ、一つ一つに、まあ、こんな感じで FR、だからフロントライト、フロントレフト、まあ、一応こうやって決まってるんですよね。でそれの通りに取り付けるだけですね。もう本当簡単なんですよね、まあ、だから本当そうですね、ちょっと取り付けるのも面倒って思われる方だったら、本当この辺にもこうポンって置くぐらいで、ソーラーなんですね、まあ、このダッシュボードこの辺に、まあ、適当に置いてもいいですけど、なんか滑り落ちていきそうなんですね。まあそれ用の滑り止めマットではありますけど、とりあえずで置きます。うん、いいんじゃないですか。お、ソーラーで充電されるんでですね、あ、やばいやばい、あ、太陽マークがついてるってことは今充電されてるんですかね。まあでも一応ちょっと自分のは、まあ、ポンって置いていい感じならいいんでしょうけど、まあ自分的にはなんとなく、まあ、どっちみちこの辺に置いて、まあ、でもこの辺に置いたらあのソーラーが反応してくれないんで、あのこのケーブルですね、まあ、自分はこれで電源取ろうかなって感じですね。まあちょっととりあえずキャップの取り付けをですね、やっていきたいと思います。取り付け方はもう本当簡単ですね、まあ、付属で、まあ、こういうなんですかね、いろいろついてるんですよね、まあ、これパッキンかなと、先に入れるこのナットですね。で、まあこのナット回すやつと、でこれもついてるんですけど、これが電池交換ですか、こいつを電池交換するときにこのカバーで電池交換できるらしいんですよね、まあ、ちょっと取り付ける前に一回、まあ、使い方をちょっと説明しますと、まあ、こんな感じでここにこう止まってるんですよね。こうやってカバーがこうパカッとこれ外れるんで、これ外してもらって、でそしたらなんかこのギザギザ出てくるん でこのギザギザの方をこうはめて、で頭にもこうはめて、で、まあ、ちょっと硬いですけどギューって回してもらえればこんな感じで回すことができますね。だから電池交換もこれ簡単じゃないかなと思いますね。あ、これ用のパッキンか、さっきついてたの取り付け用のパッキンではありませんでした。本体こっち側にパッキンが入ってますもん。で、こういうことですね。で、こんな感じでポコッと出てきますね。あ、で、ここにパッキンが入ってますもん。このパッキンですね。なんか一回も回しただけでちょっと亀裂気味。まあ、で、こんな感じで CR1632 の電池が入ってました。この電池は市販に売ってあるんですかね、結構。
ま、元に戻します。電池交換も結構簡単ですね。本当さっきも言いましたけど、あとはこう締め込むだけで、まあギュッて止まるところまで締めるって感じみたいですね。でこれで、まあ、またこの回せないようにこのカバーがあるんでこいつを戻せば完了です。おはまり込んどし。で今度はこの本体の方に取り付けなんですけど、まあ、バルブキャップ外してもらって、トヨタで先にこいつを入れるんですかね。でこれを入れる。フロント L、 フロントレフト合ってますよね。で、あ、エアーが出てくるらしいんですけど、気にせずギュッと回す、ギュッと回す。でネジを外に戻す、外側に出すように、よいしょ。でこれ大丈夫かな。まあうん、おしゃれとは言い切れないですけど、まあいいんじゃないですか。で、あの純正ホイールとかだったらホイールカバー外さないとなんか当たって取り付けしにくそうでしたね。まあでもつけてまたカバー戻せるみたいな感じでしたけど、おお、もうついた時点でもう出てますね。お、3キロ入れてましたけど、ちゃんと3キロですね。あ、あのあれでこう調べてみればよかったですね。まあ表示の仕方がこの BAR バールって言いますっけ、と PSI ポンドスクエアインチっていうんですかね。まあその表示があるみたいで、まあ BAR はキロの見方とほぼ同じですよね。多分 3.0 とかで実際キロだったら 3.1 とかそれぐらいの誤差だったんですよね。でもなんかほぼ同じだと思ってもいいんじゃないかなと思います。ここはではもう一個つけましょう。で、今度はちょっとフロントの R ライト、フロントのライト、まずまあこれはKPA 表示だから、まあ、キロになるんですかね。多分3キロなんすよね。あ、まあほぼ3キロですね。まあでもこれもバネなんで、あの弱ったりしたりするんで完全正確とは言い切れないとは思いますけど。で先にナットを入れてフロント、一瞬エアー漏れるけどギュッと締める。いや、ほんと簡単っすよ。これがメッキとかだったらもうちょっとかっこよかったのかもっすね。まあなんともポツンとついてる感じなんでなんとも言えませんけど、はい。で、さっきほぼ3キロでしたね。あーで 2.9 か、3キロないぐらいだったんでほぼ同じですね。お次はリア、まあこれもあー、また一応測りましょうかね。リアもあれです、よいしょ。あれ3キロ入ってねえ、 2.8 から9の間ですね。ちょっとまずいな。先にナット。どうもどうも、ありがとうございます。どうもリアライト、あ、エアが漏れる、閉める。ほんと取り付けは簡単ですね。で、ああ 2.9、 あ、だからまあほぼ同じですね。これキロなんで、こっちの PSI が、あ、43、42、42、うん、まあまあでもどっちみちこの BAR で見てていいかとは思いますね。あ、ちゃんと温度も33、32、33。今夏なんでですね、これで激圧の道路を走ったら何度ぐらいまで上がるんでしょう。あともう一つつけて完了ですね。はい、とりあえず4つ完了ですね。全部いい感じに、まあ 2.9、2.9、 うん、ちょっとエア減ってますね。でこれあのソーラーで、内蔵バッテリーもちろんありますけどソーラー充電で、で放置してて振動がなかったら、まあ何分何秒なんか、そうそう、トレセツがちょっと完全英語なんでですね、なんて書いてるか分かりませんでしたけど、まあとりあえず一時したら消えるみたいですね、勝手に。はい、英語です。まあでちょっとこういろいろ調べてたら、
とりあえずもしタイヤの場所を交換した時のためにもこの場所設定も交換できるらしいですね。まあここ今右前左前とかありますけど、ここをまあだから例えば右左を入れ子にしてみたり、どうだったっけ、こっちの、まあ、画面から見て左側のボタン、まあ、この画面から見てですね、まあ、左のこっちのボタンを3秒ぐらい長押しするとこうやって00、あ、ちなみに00が、左前で01が右前あで03、02が、右後ろで03が左後ろになってるみたいですね、設定上。まあでこうやってこっちの反対の画面から見て右のボタンをこう押してもらえればこう入れ替わるんですよね。まあこんな感じで、まあ こんな感じで入れ替われることもできるということですね。まあとりあえず00、01、02、03か、そんな変えることもないんじゃないですかね。だってまあバルブキャップ変えればいいだけの話なんでですね、まあ、例えばあの中に入れるやつもあるじゃないですか、タイヤの中に入れないといけないタイプとかだったらまあ変えないとって感じですけど、まあキャップならキャップ変えればいいだけの話なんですね。でなんかあとは最高、まあ、またこっち側の左側のボタンを3秒じゃなくて今度は6秒長押しし続けるとあの最低圧ですか、だから今ちょっとこれ設定やってるんですけど、まあ、2.5 キロ以下になるとアラームが鳴りますよっていうことですね。でこっち側がこれ今 3.5 にしてるんですけど 3.5 以上エア圧が鳴るとアラームが鳴りますよっていう設定に、まあ、そういうのもできるみたいですね。まあ、で一応表示が本当 BAR と、まあ、PSI とあるんで、まあ、自分の本当見やすい方向でって感じなんじゃないですか。まあ本当それぐらいなもんじゃないですかね。まあなんか一応あと温度が70度以上になったらアラームが鳴るらしいですね、タイヤの温度ですかね。はい、こんな感じでちょっとなんか3つデータ出てないですけど、エアが足らないってなったらこういう風なアラームが鳴るみたいですね。うん、なんか3つ読んでないですね。なんかちなみにこうさっきネット見てたら、本製品は日本電波法に基づいた技術基準適合認証取得済みみたいな感じらしいですね。そっか、電波意外と電波法とかいろいろありますもんね。なんかしっかりされてるんですね。まあ、本当この TPMS 確かレクサスとかなんかもう純正オプションとか純正で入ってるんですかねとかだったりしますよね。だからまあ日本車とかでも今からの車はですね、まあ、別に入れててもいいんじゃないかなと思いますけどね。こういう便利な機能、安全第一なんですね。はい、今ちょっと走行してきたんですけど、まあそうですね、軽くも20分ぐらいですかね。でまあ外気温が、まあ、外の温度まあ若干暑い感じで30度超えぐらいですかね。で行く前が33度とか32度だったんですよ、平均的にですね。4つでやっぱ温度結構上がりましたね。だいたい 2.9 とか 3.0 だったんですけど、全部今 3.2 になってます。だからまあだいたいこのぐらい上がる感じなんじゃないですか。だからまあ2キロから3キロぐらいで、まあ、で温度がそうですね、だから33度ぐらいだったのが38とか39になってるんで、まあ5度6度やっぱタイヤの中の温度も上がってるんじゃないですかね。あ、キャップだからまあタイヤの中の温度っていうかどうかは分かんないですけど、まあタイヤの温度ですね。だからまあ5度6度上がる感じで、まあエア圧もだから3キロ4キロはもう上がるって考えてたがいいんじゃないですかね、やっぱ夏は。だから入れすぎに注意ってことですよね、よく言えば。でもなんかこういうのもこういつでもずっと確認できるからいいですね。さばけてますこいつ、はい、さばけてます、はい、はい。こんな感じで、あ、今回はですね、この TPMS タイヤプレッシャーモニタリングシステムですね、まあ、こいつの紹介を、させてもらいました。やっぱ空気圧、そうですね、やっぱなんだかんだ 大切なんでですね、だからパンクしてから走行するのが一番危ないんでですね、まあ、そういうことも、まあ、避けるためにもいいんじゃないかなと思います。まあ、この空気圧監視モニター、でちなみにこれがソーラーなんでですね、もう本当配線関係めんどくせえっていう方は、まあ、これ本当ダッシュボードの上にポンと置いておくだけで使えるので、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。で、あの最初つけてすぐなんか3つちょっと反応悪かったみたいですけど、走り始めたらもう全然すぐ反応しましたね。
だからすぐこう読み取ってくれた感じです。だからまあその辺の心配はないかと思いますね。まあ、電池もなんか一応1年2年ぐらいこれ持つらしいですね、こいつ。まあ、見かけはちょっと何とも言えないですけど、まあ、安全性を取った方がいいんじゃないでしょうか。はい。でまあソーラーが嫌っていう方はこれちゃんと電源も取れるので、まあ、どっかに電源取って埋め込んだりもできるんじゃないでしょうか。まあこんな感じでですね、今回はこう TPMS のこの空気圧モニタリングシステムですねを今回は紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。これもいいなと思った方もこうグッドボタンお願いします。はい、それではありがとうございました。では